今日のコメント、ハリカツさん、スタンプ買った方がいい？使いやすいと思うから買ってくれたら嬉しいな。どうもハリカットです。皆さんアニポケは見ていますか？新シリーズのストーリー面白いですよね。そこで今回はロイロホゲータはいずれ必ず最終進化する説について話していきたいと思います。では関係ないけど、ゼルダの伝説が楽しすぎてストーリーが全く終わらなかった時代にタイムスリップしてからもう一回やりたいと思います。というわけでよかったら最後まで聞いててください。ついにハリカット初となるラインスタンプを発売しました。全16種類で使いやすいので、概要欄に購入 URL が記載されているので、ぜひ買って使ってみてね。ロイのホゲータはいずれからず最終進化する説。今放送されているアリポケ新シリーズは主人公がリコとロイで、二人はライジングプロテッカーズという組織の仲間に加わり旅に出ているんですが、現在リコはニャオホ、ロイはホゲータを手持ちにしています。この前リコのニャオホはバトルの特訓で電光石火を覚え、もうすぐ進化するのではないかと話題になっていたんですが、ロイのホゲータは今後どうなるんでしょうか？僕的にはホゲータはいずれ最終進化するんじゃないかと思っています。そう思う理由としては、ホゲータがリザードンに憧れているからです。ロイのホゲータはロイのポケモンになる前からフリーロのリザードンに憧れており、フリーロとリザードンが出かけた時はいつも展望室でフリーロたちの帰りを待っています。さらにフリーロとリザードンの写真を見てワクワクするシーンがあったり、リザードンが技を出した時には目をキラキラさせて喜んでいました。このことからホゲータはもっと強くなってリザードンのようになりたいと願っていることがわかります。でこのホゲータの夢もロイは叶えたいというふうに以前から語っていましたよね。だとしたら今後ロイのホゲータはほぼ必ず最終進化してリザードンのような立派なホロータイプのポケモンになるんじゃないかと思いました。前のシリーズに出ていたメッソンもずっとインテレオンに憧れていて、めちゃくちゃイケボでかっこいいインテレオンに進化しましたしね。インテ進化系のポケモンに憧れて最終進化するパターンは結構アニポケでは王道のパターンです。立派なラードボーンになってロイのおじいちゃんに見せに行く展開になるんじゃないかと思います。みんなはロイのホゲータはどうなると思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じでロイのホゲータはいずれ必ず最終進化する説についてでした。ちょっとのボールスターチャンネル登録、シコボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画で、せーの、グッディー。